やるとするか。やるするか。どんな感じだったっけ。ちょっとあれか、ここまだあれだな、なんか探索したかった気がするんだよな。リラクゼーションルーム、まあ、そんなのが広くなった気がするんだけど、ここは行ったべ。私ここ行ってなんか変な談笑みたいなして、なんか談笑してなんかなんちゃらかんちゃらさんって人がなんていうの、なんかもなんていうのスターなんかスターなんちゃらかんちゃら持ってるみたいな、なんかそういったなんか話だった気がするんだよな。リリリリリ、ルイージ身長何センチぐらいなんだろうな。若干の高さがあるよな。それを見ていったマリオは何を感じ取っているのか。また同じ動きしまった。ずっと同じ動きしまった。最近なんかそういった行動がちょっとリアルでもなくあれだから、なんでこれがこんな風になってんだっけ。あれ、これもともとこんなかったっけ。もともとこんなってか、どういうあれ、ぶつかってきても俺は倒れないですよ多分。そうか、なんだ、燃えてくれ。なんでここを通せませんみたいな、ただもんじゃないです。どういうことだっけ。じゃあ、ノコノコがここにいるんだよ。おお、敵か。あ、普通に敵がいいんじゃん。お、間違えた。またなんか久しぶりすぎてなんか。どちら、おい。もう全部なんか幸先悪いのこれ。お、幸先悪い。おお、そういうあれ、なるほど。まず場合によってあれか。もしかしたら素晴らしいことになってますね。素晴らしいって何が素晴らしいのかしら。何が素晴らしいってこれ。敵まで強くなってきたら何、どういうこと。もう花だもんな。やめて、おい。なんか死にやすくなってきやすんだよ。死にやすいっつうか、なんかダメージ量がほんとなんか半端ねえな、最近の傾向としては。ルイージばっか狙ってくんな。これジャンプやったらどうなんだ、ダメージ食らうのかな。おお、経験値がなんかとてつもないことになってる。今までになんか見たことないあれになってるぞ。一回のするし、まだそういう系が。それがまずいのかな。こうやってなんかだんだんなんかなんか戦闘なんかなんかこうやってなんかもうスキップするようになってきたら、もうとん、もうそれはちょっと非常にまずいことになってる。後々の展開考えたらちゃんとなかったんだ。デリデリデリ、またここに。で、ここどう？入れねえんだけど。あ、入れたわ。普通に入れた。これ戦ったっけ？なんか戦ったような気がするんだよ。で、これいけないのか。これでも謎の。掲示板、吹き上げ水流。温かくなった水流が吹き出している。手を広げて水流を受ければ。手を広げる？手を広げるってどういうことだろう？どういったことだろう？その心の、なんつうの？心の気持ちで、なんつうの？心の扉を開けていなさい、あれ？取れんねん。なんで？これは取れんのに、これは取れんってこと？なんかそういう規定が。おぉ！マリオでしか取れねえなんて、そういうなんかあれなんだろう。よくわかんない。大きな手を広げてね、入ればね、とりあえず。入るぞ。あ、これあれじゃね？わかった。ウィー、そういうことなんですよね。スピンにはスピンで対抗すればいいんだ。スピンにはスピンで対抗すればいいんだ。おお、今結構今いてんじゃないかな。マリオとかなんか補充じゃねえ。ちょっと今、俺の言おうとしたことだなんて、なんか別のことが今ちょっと頭よぎっちまって、それが口に出てしまった。何をして忘れてた。骨折とかすんのかなって言おうと思った。骨折とかすんのかなって言おうと思ったら、なんかそしたらなんかマリオってなんか補充されんのかなって言おうしてしまった。とんでもないじゃん。これはあれだな、ね、これでいいんだよこれな。なんで当たったやん。それがなんかあれだったよ、途中まで当たったのかな。当たったからなんかそれやれば、そういう可能性は。ファイヤー、いいですよ。またその恐ろしい獣が。さあ、俺は逃げるぞ、俺は逃げるからな。今戦いだけ今出るんだよ。まだあの起きたばっかりだ。起きたばっかりで戦って結構やっぱきついでしょ。全くね、戻ってきてないなんか。ほう、スピンブロック回転しながらこの部分ぶつかると進んでる方向に飛んでってしまいます。この場に離れた隙に元の位置に戻っている。そんな不思議なブロック。何これ、何乗ればいいってこと。じゃあとりあえずやってみっかじゃ。
こうか。おお、はいはい、あ、乗れってこと、これ、これに。ちょうど。それでいいのか。よくわかんねえわ、なんかあれだな。どんどん先に進んでんな。まあ、一応これはこれでいいってことか、なんか勝手になんかどんどんなんかわけなあかんってことやってるけど。ほい。ほい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 。ほいほいほい。ああ、しまった。いやでもこれで手に入れたらもう美味しいでしょ。もうどんどんやったまいで。ガンガン、これってか、これ逆にこれ一番美味しいんじゃない。これこうやってどんどん手に入れたらさ。これ微妙になんかずらしてさ、これさ、なんつうの、ああ、ミスった。ちょっと若干なんか離れ、なんていうのかな、通り過ぎてったその際どい場所みたいなのが、そこで、でこうすればなんか永久的に、なんか永久的にいけんじゃねこれ。いけそうじゃねこれリズムじゃん。あー、くそ。ダメか。そうか、リズムでポン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 みたいな。まあ途中からまあどんどん速くなるからあれだけどさ。速くなるからあれだが、ちょっと待って。こっちは、あ、ちょっと地図見るか。あ、これ広いのね、ここね。左側はあれどうなってんだろうな。ちょっと左から行ってみるぜ。まず左からだろ。てん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 。なにこの謎の。謎のエキスがあるな。スピンじゃいけねえか。おー、大量もこす。大量に言い過ぎだろ、このわけだから。おー、サメがいる、サメ。お、サメがいるじゃん。サメ戦うか、ちょっと。ちょっとぶっ飛ばしてから。うらこの野郎。とんでもねえ。やめて。何それ。あ、今なんか普通にあれじゃね。よっ。お前、そのフォーメーション。おー、むねえ。するのがバイオレンス的ななんかあれだな。おい。とんでもない。何回やってんの、オープンじゃん。あ、そうやろ。ファイヤーブロスだってよ。レンドラファイヤーが増える。あ、レンダ？おー、レンドラったらもう全然あれでしょ。ミスったけが今。あ、やめて。え、それ死ぬんじゃねえか、俺も死んだべ。え、ひどくない？今そのカウンターかな。それカウンターの可能性がある。ちょ、一旦でいいよ。お前さん強いんだよ。やたら強いな。あれ、あそこなんかあったっけ、買い物スポット的な。なんか、ずいぶん流らんのよ。やたらとなんか恐ろしい、なんかさ、敵がなんかもう山んばなんだよ、今。完全なる山場で、しかもここなんか俺の全くどんどんなんか知らねえなんかブチチュンパがいる。ブチチュンパがいるのはいいんだけど、なんかまたなんかもうどんどんなんていうの、わけながらこう進んでんだよ。どこに行けばいいのかっていうのがそういったあれだよね。もうなんかそういったなんていうの、常識をなんかもう超えていけっていうのがそういったなんかお達しをなんか受けていけそう。お前の好きに生きろみたいな。お前の好きに生きてくれ。だってもう二つに道が分かれたじゃん。もう行けそうじゃねえか。中途半端になんか開いてんだよ。ブチュチュンパしすぎたら、どんだけなんか愛に飢えてんの。愛に飢えすぎたら。この思わせぶりみたいな。思わせぶりすぎだろ。これになんかもう苦しめられてきた人いっぱいいるんだろうな。この世の中になんていうの、そうやってなんか苦しめられて思わせぶりみたいな。だから俺の昔いたからな。俺の知り合いでもそういうやついたからな。だってクリスマスに、なんつうの、クリスマスにデート誘われてみたいな。で、告白したらさ、告白したら振られましたから。もうわけわかんねえもんね。もうどういう世界なのって感じなんだけど。もうどういう世界なのか教えてほしいんだから。何のためにそんななんかさ、わざわざなんかさ。まあ、もしくはその、まあクリスマスのデートでまあ何かしらやらかしたかみたいな。で、やらかしたのがこのナレの果てだよ。ナレの果てだよ。こいつら。そのクリスマスでなんか何かしらやらかした。愛情の方向性みたいな。それがなんていうの、もうそれがもう定まらなくなっちゃう。もう、なんかあれだよ。ウイルス的なあれだよ、それ。伝染してくるの、それ。伝染してくからね、いっぱいいるんだよ、きっと。もう愛はもう誰でもいいみたいな。今度この、あ、そういう系はもしかしてこれはまあ結果裏だったんじゃねえか、もしかして。これどうすんだっけ。サンダーかな。で、これで、おー、はいはいはい。あ、これ、結果裏だったんじゃないか、これ。で、これどう？
これなんか俺は自由に生きる的な、あ、自由に生きるで、で、これはここにあって。はあ、はあははあ、じゃあこれはこれでいい。で、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 一回戻るかじゃ。一回戻ったら右回行ってみる、さっきの変ななんか上のなんかブロックみたいな。多分これはおそらくまあ先に進もうでしょう。じゃないともうあのあれだから、おかしいから。これがこうで、まあ、とりあえず上から、上から行ってみっか。こうで。運べばいいのか。おお、え、なに隠しブロックあんの。まあ、マリオ RPG のあったからな。マリオ RPG のあるって言ったら、まあ、それはまあ不思議じゃないか。これどうすればいいんだ、上どの程度持っていけんの。それがあれだよね、疑問だよね。我々はどの程度これ、あ、そういうあれか。ああ。これなんか持ってけんのかこれ。上からあれかな、上からやったとして、え、いける、これギリいける。ミスったかな。ちょっと多分待って、ちょっと試しにやってみて、まあ無理だよね。いや、いけんじゃねえかこれ、もしかして。ちょ、やり方私はミスった可能性がある。え、これ上であれでしょ。あ、そういうことだよ。上あれだよ。だよね。俺なんか、あれ何やったっけ、お前。あー、これあれか。そうだ。これでこれでいいんだよな。さっき右で上であったんだよ、きっと。そうだよ。で、これでいいんじゃない。多分、あ、これで、なんつうの、そういうあれですよ。そういう、な、たまにこんな斜めに飛ぶんだよ、これなんか。なんか飛び降り願望が間違いないけど、あれなんだよ。飛び降りすぎてなんかあるかも。なんていうの、そういった願望が生まれてるのかも。こんななってさ、これを平気でやるんだよ。こうやってなんか燃やしたりとかなんかさ、燃やしたりとかこうやってビリビリやるのはなんかなんていうの、これが通常みたいな感じで。って考えたら結構なんかもう相当なんかもう精神状態危ないのかもしれない。もしかしたらマリオたちもちょっと やばいかもしれない。でも常になんかなんていうの、笑ってるし、笑ってるやつもまあルイージは泣いてるから。って考えたら、まあ、ルイージはまだある程度、そうなんですよ。そうやって、まあ、泣ける感情があるみたいな。これどうするみたいな。なんか、大地のあれがなんか、大地の起き手的な。おかしくね？え、なんかあれなの？なんかもしかしてやってないとこ、あ、ここ？これ？やってないとこあんことあんじゃない？もしかして、なんか。お、やっちまったこれ、もしかして。やらかしたんじゃないの？飛んでいけない。マジ？逆にどこ行ってない、これ行って、これ行ったべ、そうね。行ってないところ右下の謎のなんか、まあ、スペ、あ、それはまあお宝でしょ。これセーブポイントか。上まで行けたっけ。で、これ真ん中になるよ。これ真ん中こうガーって行くのが、まあ、こうあの本筋でしょ。本筋で。この右下の部屋が怪しいな。これ右下行ったっけ俺。まあ、とりあえずこの怪しいのこの右上と、行ったんじゃねえかな、行ってないのか。行ってないのかな。お、やっちまった。間違えた。まだそのわけなかんでやらなっちまった。そうなの。やらかした？壮大にやらかしたのかな。可能性も否定できないから、ちょっともうやめて、ちょっとやめてくれ君たちは。この上、あ、これいけるかもしれない。いやー、どうだろう、無理だよな。どっかしらがいけないか、こういうとこからさ。無理かな、無理か。ギリギリこれは無理と。これどうすればいいんだろうな。一回戻るか、ちょっと。一回これちょっと戻るしかなくねえか。ルン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 、どっから来た。これはまあ、これしょうがないで。で、こうで。これ、あー、登れんのか、これは。あ、これぶっ壊せんのこれ。あ、でもここじゃね、
え、もしかして何、そういうこと？いやー、ちょっと待てよ、なんかあれかな。いや違う気がするんだけど。え、それともなんかもうそういうあれなの、そういう段階に来てんの。なんかしばらくしてからなんか戻ってこいというのが言ったよね。もうなんかこうしかない気がするんだけど。で、ここでしょ？こういったべ、で、こういったべ。あれ、こっち側行ってね、もしかして。あ、こっち側行ってんじゃね？あ、行ってないかも。あ、そこ行ってねえじゃん。ああ、よかった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 。あ、ここだ。多分ここだ。え？あれ？あ、そういうあれ？って考えると、もしかしてなんかこの上の方に何もない、何もない。嘘。サメだべ。お、ブワー！サメエリアがあって、ちょっと待って。ここは？あ、ここ行ってないんじゃね？ここ行ってないべ。あ、ここだ。あ、でもここだ。なんだもんな。やたら広いな。あれなんだ。一回上がれてみっか。これはなんだね。はあはあはあ。体当たりぶつかま、ちょっと待って待って待って。ほい。ほい。いや、間に合わないんじゃね？え？何これはあれなの？これちょっと結果オーラ的なあれか？いいのか？まあいいや。よくわかんねえ。よくわからないまま終わっちまった。ルルルルル。またサメがいっぱいある。サメ！また大量にちょっとあれだな。キノコちょっと買いだめしないとちょっとやばいことになるかもしれない。さあ、ここはどうだ？これはなんだ？テンテレンテンテン、ルルルル。とりあえず上から、またそれ系？それ系だから、まあ一回じゃあこうやってこうだな。で、遠くまで行って、これあれなんじゃん。途中であれじゃね？あ、多分そういうあれな気がするんだよ。多分途中で止めるみたいな。まあいいや、とりあえず行ってみるか、遠くまで。あ、全然普通じゃん。全然普通、なんか完全になく。あ、そういうこと？嘘。嘘。はあ。でも遠くね？難易度高い系か。完全に難易度高い系になってきたじゃん。ここに急になんかあれだな。革命が起き始めたな。あ、それどのように俺対処すればいいの？どのような、なんつうの、慈愛の心でなんかさ、慈愛の心みたいな感じでなんかやんない。相当やばくねえか、それ。で、これで持ってくるでしょ？もう速攻でやって、これ結局ギリギリなんじゃないのこれ。これギリギリで。ほい。で、燃やすでしょ？燃やす、行く。で、これで行く。で、取り替える。ちょっと待って。で、いや、これ間に合うのこれ。間に合うの？おお、間に合った、間に合った。あ、間に合うんだな。意外と間に合ってしまった。間に合うということが証明されてしまった。人間あるかもしれない。意外となんか何でもやればなんかできるのかもしれない。俺がちょっとあの気にしすぎてるだけかもしれない。そうどうか。俺が別になんかできないんじゃないかな。だからこれがまあ先入観的になるじゃん。だ実際そういうもんなのかもね。だ今のはなんか人生的になるじゃん。だできないんじゃねえかみたいな。それを相当見せかけてみる。そうとか。そういうことでありましたか。でもなんかまだ続くな。多分なんかもう一段階ぐらいありそうじゃねえかね。ここが繋がって、さらにそのああ、これであれか。トゥル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 。とてつもない感じなんだこれで。これで何？なんかつながった系か。ああ、なるほど、なるほど。じゃあ、これで戻ればいいんだな。戻って、ベロベロベロすればいいんだ。オッケーだろ。これ、どういけんだっけ。もともとの場所忘れちゃってんの。ここか。ここで。よし。さあ、行くぞ。
うわ、カニがいる。なんかやばそう。カニじゃこれ。おお、でも全部なんか巨大なあれだな。なんかいっぱいいるの。ヤドラさん、こんな感じでどうかしら。これ絶対やべえだな。なかなかのセンスを感じるわね。よぜ。もうクリスマスツリーじゃん。君たちも飾り付けのデザイン来たのかね。そんなことはしない。そういえば、お、敵側かこいつ。もしや。サンタクロースかね。そうだ。サンタクロースだ。よくわかったな。俺がそのクリスマスの帽子の帽子をかぶ毎日かぶってるから。マリオだ。もういいじゃねえかもう。なんだっていいやもう。飾り付けなんかやってる場合じゃないわ。おー、なんかあれじゃん、なんか。ヒルサートもいい。あ、これやばいぞ、これ。素敵だったわ。もうこれやばいよ、これ。なんかもうこんなされたら、なんかもう。ルイージ、ちょっとあれだ、ルイージ、いや、そっちじゃない。上の飾り付け。あ、これ絶対怒るぞ。あ、もう完全にあれじゃん、もう。あ、もうこれもう絶対もうひねくれるって、なんかもう。それはちょっとやっぱあれだよ、なんかね、ちょっとなんかなんつうの、やっぱなんか男の人をなんかさ、どうしようさ、そういうなんつうの、なんか男の人のなんつうの、うまくちょっと操縦してほしいんですよ、なんかさ、これ絶対もうひねくれるからね、ほら、もう怒るでしょ、そういうことなんですよ、これ。風付きができん、邪魔するだけなら、うせるかね、これもそういうことなんだよ、多少やっぱそういうなんかなんつうの、もう男って言われて単純だから、ね、あれた、なんか繊細で単純だからなんかさ、スピードアップ？あ、もうないのか、しまった。そうか。そう、うまくコントロールしてくださいよ。それが俺のあの、もう願いだから。だからちょっとなんか、そうやってなんかやればだってなんかさ、上がるんだからさ。危ねえ。結果俺がこれ。他なんかあるもしかして。ちょっと待って。一応他の、ええのがいっぱいある。まだそういっぱいある系か。あー、どういう系なんだろうね、これね。単純になんか。ルル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 。BP なんかあれだよな。もともとなんか低いってか、なんかそんななんか育ってる感じしないから、なんかあれだよな。なんかシロップでなんか今でもこと足りてるみたいな。人によってはあれなんか。うい。何あの、カニは。おダメージ受けてるってことは、まあこれであれだな。だったらもうカウンター狙いでなんかやっちゃっていいんじゃないか。ファイアーブースもやりてんだけど、あ、じゃあやってみっか。ウィー、どうよ。あー、しまった。あー、危ねえ、危ねえってか、もう動きが来てしまった。どうだ。あー、ちょっと微妙な、微妙なあれでしたな。まあいいや。あれ、これ何、完全に見たのあれよ。ミスばっかりだな。まずいぞ。あぶね。まあ、ずっとこれだったらまだあれだけどな。いいか、回復しようね。スーパーキノコでも一応回復して。あー、これどういうあれかな。ダメージ食らうのか、ハンマーか、まあ、普通にはハンドやるか。食らねえな。うわ、そういうちょっと厄介系はちょっとやめてほしいな。お、燃えた、燃えた。あ、そういうこと？燃えるさんがね、お。まあ、結果俺だ。おお。え、これ何状態これ。なんかすげえ、なんか凄まじいなんかあれなってる。なんかすげえ、なんか魔法が苦手なんだよな、なんか。成功確率があまりに低すぎる。おい。どう？どういけ？何を？スピードアップか。危な。やばいやばいやばい、ちょっと死にかけてんじゃん。一回あれだな。回復使って、ここ。リリ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 、だんだんこの曲がな、癖になってくる。危ねえ。間違えると思った。どう？お、まあ、なんか同時に飛ぶ癖がついちゃってるけど、なんか死んでるけど。よーし、これであれな。でも引きこもったとしても、早いな。
タイミングがなんかあれずれてる。だいぶずれちまった。いや、ちょっとこれ倒せないかな。どうだ。あー、それはまずいね。威嚇するんだ。あれね、結構やばい毒的なあれ。こうだね。で、まず回復する。これどうなんだ、これ。あ、逆にまずい。うわ、まずい。全部フルコンボで食らっちまった。逆にこれなんか手攻撃した方がいいかもしれないな。それは非常にまずいかもしれない。ちょっとナッツ使おうぜ。いや、これナッツでしょ。でナッツいって、あ、ブロス使えないのか。ここ立て待ちだね。いや、ナッツ、これナッツの方結構やばかったでしょ。まあまあまあ、それはいいんだよ。それは OK。ちょっと待って。書いてるのかな？左右でブロック回転。あ、それは全く関係ないな。あ、なんか普通にもう待つだけでいいのか。押す必要ないんだよ、そのなんか。押す必要は全くなかった。これさ、もう速攻じゃね？あ、もう同時のせいんだよ。そうだよ。同時にやれ。今までのそのやつ。別に今まで通りやればいいんだ。同時に押せばいいんだよ。どっちに来るか分かんないと思う。そういうあれだもん。おい、何？フェイント使ってきなかった。とんでもねえ毒だな。いや、でもこれ結構なんかあれだね。なんか悪質なんだ、そう考えると。なかなかやばくね。なんかこれ毒にしまくってみたいな。で、こいつはね、あれじゃないの？村人なんじゃないの？村人的なあれなんじゃないの？これカウンターか。じゃあ、どっちにしてもこれ封鎖した方がいいんだ。で、やばくなったら、まだもうナッツで隠せる。まだあれか。これ結果俺、あ、まあいいや。まだいけるでしょ。また引きこもったの？別にこれはもう、これで OK だ。いや、なかなかしぶといな。あ、しぶった。おい、もう交渉しかないんだよ。やばい、危ねえ。だいぶ食らってんな。なんかここは一回ちょっと、もうそろそろいけてもいい気がするんだけどな。お、まだか。だいぶしぶとくない？やべ、まだ来るか。あー、でも逆にこれチャンスが。危ない。とてつもなく危ねえ。スーパーナッツか。スーパーナッツ売ってたっけ？ナッツいいや。そろそろあれか、リフレッシュ的なあれ使うか。ちょっとだいぶ食らってるもんな。ちょっと一回これちょっと立て直しようぜ。あ、いっぱい待ってんじゃん。毒の状態上。これ猛毒的なあれかな。なんか、なんていうのかな。ダメージ量が半端ないんだけど。あー、でもまあそのぐらいだったらまだあれでしょ。まあでもこれ逆に考えたらあれなんだよ。ちゃんとなんかこれからの攻撃をちゃんと成功させなきゃいけないっていうなんか、まあね、プレッシャーだけど、まあいけんじゃねえか。で、立て直しを図ると。これチャンスだよね、これな。で、ここで、あー、シロップ待っとくか。いや、でもいいや、せっかくだ。ここでやりましょう。いや、だいぶしぶといな、こいつな。またこれいけんの？どうだ？まあ、燃やす系じゃダメなんだ。もうだいぶ回復してな。いや、必殺技ちょっと1回分ぐらい回復してんじゃねえか。よし。もう引っ込むんじゃねえぞ。だこれでやれば。ちょっとカニに惑わされたんだけど、カニ何あの定期的に出るやつ。あ、やべ！オブネ。よくわからん。で、一発ぶちかまして、もう一発ぐらい。あと2、3発ぐらいでいけねえかな。まだか。おい。あ。おい、ずいぶんあれだな。これ、しぶとくない？敵がだんだんなんか恐ろしくしたのがしぶとくなってるな。大事な飾り付けも、どのぐらいの、なんつうの、どのぐらいの年月をかけてなんかこうやったんだろう。隠すのもんな。あれは避けやすいけどね。
あれあれ行きやすいけど。おい。おお、やっといった。いや、長かったな、マジで。恐ろしいよ。なんたる敵なの、こいつは。今なんか一瞬、今なんかジーンってなんか見えたんだけど、なんか手に入れたかな、もしかして。手に入れた可能性はある。ああ、びっくりした。一瞬止まったかと思った。お、いいですね。まあ、やっぱもうパワー系でいけってことなんだよ。55。乱暴なんだから。乱暴どころじゃねえよ。何か巨人があってきたんじゃないの？そうだ。そうなのだ。貝殻についてる豆。一個手に入れるのこんなに大変な目になったってのは相当やばいね。これはさらに3回やるってことだな。さらにでこれ以上のもしかしたらとてつもないなんか目に合うことない。スタービーンズ残り3個、このドラゴンボール的な。せっかくここまで飾りつけたのに。まあいいんじゃない。あ、何、あ、この元々の装飾が何、彼女たちがやったってこと。ゆっくりしていけばいいのに。ゆっくりしていくもんなんもねえよ、これ。まだ、あ、海が泳いでつつあるか、サメとしなさいよ。近道。お、なんかそれフラグかな、なんか。なんかあるかもしれない。こっちの近道。あれ、もともとどっか、あ、あそこから来たのか。これどうも繋がってるの。近道。これどこだ。ん？そういうあれ？で、これがビッグブリッジで。今までこれあれかな、いけなかったあれかな、ちょっともしかして。あ、ここね、このなんか謎のなんか謎の、そうやるか。で、一応これはこれで OK ってことか。そういうこと。もう一個手に入ったもんな。で、これでまた前に戻ってみたいな感じ。そういうこと。じゃ一回ちょっとマップ見るぜ。え、これ、このどうすればいいんだ。ファインダーとネクスタイム。セクソチュアンスイー。